こんにちは。今日初来店のお客様と対戦したいと思います。お名前は？ダビデです。ダビデさん、ダビデさんはなんでうちの店を知ったんでしたっけ？動画で見てたんですけど、うん、実際に行こうと思ったのは、うん、芸人さんに行ってこいって脅迫された。芸人に行けと命令されてきたと。多少語弊があります。ダメだ、暴力に屈してはいけない。うん、芸人ね、コアシスの方でじゃあ損ったってことですね。はい、そうなんですね、わかりました。じゃあぜひ対戦しましょう。よろしくお願いします。お願いします。最初はじゃんけんほい、あいこでしょ、勝った、先行いただきます。はい、これビクトリームでしょ？ビクトリームです。すげえな、ビクトリームのスリーブとか初めて見たんだけど。一目惚れです。すごい、これはこれターンエンド。はい、よろしくお願いします。ビクトリームか、実際じゃなくて終了です。はい、すげえ。ドロー。じゃあね、これを置いて2コストで、はい、ブラッドギアを置きます。はい、ターンエンド。はい、どうします。じゃあ5デンジャー埋めて、うん、レッツゴー石を使います。はい、デッキの上から1枚ブーストします。終了です。はい、じゃあ置きます。ドロー。じゃあね、どうしようかな。まあいいよ、じゃあこれ置いちゃえ、もったいないけど。で、2マナ払ってバクマルくん出しときます。はい、まずじゃあブラッドギアで1枚ブレイク。はい、もらいます。はい、はい、ターンエンド。アンタップします。どうします。じゃあコントボルトをマナに埋めて2マナでレッツゴー1号。ダンテってのは何なの？なんかその長い号の漫画とかそういうやつ？いや、なんか五感がいいなっていう。そうなんだ。悪魔だっけ？あ、いや、なんか偉人の名前とかがダビ、ダビデ。ダビデか、ダンテじゃないっけ、うん、ダビデ、ダビデ、ダビデか、ダビデ、ダ、ダンテは詩人だと。こう3マナでじゃあ、あ、まあ、待ってたね、ごめんごめん、うん、終わったかと思った。敵の一番上が、9マナなので、うん、どうしようかな。じゃあこれマナに埋めます、うん、終了です。終了、はい、置きます。よし、じゃあドロー。はい、なんだこれは。2マナ、はい、ブラッドギア置きます。マナ置かなかったけどね。じゃあ、バグマルくんで1枚ブレイク。はい、もらいます。はい、はい、何もない。じゃあブラッドギアでももう1枚ブレイク。はい、もらいます。メメントモリ神宮。うわ、神宮来た。はい、ターンエンド。はい、アンタップします。やばいやばいやばい。あ、よろしくお願いします。クリーチャーがいないけどな。あ、ブロッカーなんだけど。ダメだこれ、いらない。はい、デスマッチビートルが。6マナ使います。はい、ゴレンココタンク。はい、デッキの上から3枚めくります。うん、パワー1万2000以上を手札に加えられ、あ、うん、ドルツバイが1000なんで。あ、本当だ。で、キングダムオカブトだけ手札に加えて、あとマナに置きます。うん、あ、はい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 、はい、終了です。はい、じゃあ置きます。そしてじゃあドロー。じゃあドロー時にメメントモリ神宮の効果で、うん、おー、やられた。全部タップします。全部タップしました。はい、じゃあこれで2マナ軽減されてるから、はい、こうして、骨火置きます。はい、3枚落とすよ。1、2、お、来た、3枚。じゃあブラック V もらうね。はい、でターンエンド。はい、アンタップします。ドローします。はい、プラスこっちかな。じゃあ、うん、オレンジャーを埋めて、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マナ使います。はい、何？後発展つくもがと。あ、もうこれそれか。うん、全員出てくるやつ。マナゾーンからクリーチャーを全部、うん、出します。うわー、嫌な感じ。うん、これみんなスピードアタッカーとかじゃないよね。あ、このターン殴れるのがマッハファイターを持っている、うん、あー、はい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 、だけね。これが今呪文なんで、こっちで、うん、殴れるのはここの5体。5体、やばい、はい、じゃあ今クリーチャー全部出したので、はい、クリーチャーも出してください。あ、俺も出していいんだ。はい、進化クリーチャーも出てきます。え、マナから？マナからです。いや、いいよ、マナなくなっちゃうもんね。あ、でもこれは出さなきゃいけないの？これは強出すなので強制です。マジか。ちょっと待って待って、じゃあこれを進化クリーチャーも出るの？はい、進化も出ます。これどうやって出せばいい？裸で出るの？進化効果で。あ、デスマーチは確か、墓地から選ばなきゃいけないんで、今墓地にクリーチャーがいないんで、これはだ、あ、そうか、墓地か、うん、墓地にいるのの、ここからこうやって乗っければいい？乗せれば出ます。じゃあ出てきた、はい、出てきた、はい、出てきた、出てきた、はい、出てきた。で、この時に出た時に発動する効果が発動しなくなっています、うん、しないよね、うん、はい、出ただけ、はい、よ。では、じゃあマッファファイターが殴れるので、うん、ここで殴っていこうと思います。わかった。
じゃあドルツバイアステリオで、うん、ブラッドギアを殴ります。マナが1マナなんでパワーがプラス1000されて、パワー2000なので IHE です。はい、なんでブラッドギアやられた。はい、はい、うん、で、次じゃあボントボルトで、うん、でじゃあ何が嫌かな、嫌なカードがいっぱいあるんですけど、じゃあブラッドギア殴ります。まだこれやられた。はい、はい、やられた。はい、ボントボルトがバトルに勝ったので、次のターン僕は、うん、プレイヤーにアタックされないので、シールドがブレイクされないので、マジか、攻撃できない状況です。はい、はい、でナチュラルゴデンジャーで、シールドこれプレイヤー王なので、ああ、じゃあシールドはできるのね。あ、シールドはプレイヤーの代わりなので、うん、ここに殴ろうと思うと殴れない、クリーチャーしか殴れない状況で、はい、分かった分かった。でナチュラルゴデンジャーで骨抜き、はい、やられた。はい、します。うん、じゃあナチュラルゴデンジャーでデスマーチをやられた。はい、うん、じゃあナチュラルゴデンジャーでバグマル君をやられた。よし、ワンドローもらってるよ、バグマル君の。はい、じゃあターン終了です。でこの時のターン終了時にデスシテロンは効果で、各ターンお互い手札を全て捨てます。うん、各ターンの終わりに捨てるので、お互いのターンの終了時に捨てると。うん、じゃあ、うん、じゃあ終了したの。マジか、ひどいな。じゃあこの2人でなんとかしろと。しかもこれもアタックできない。はい、ドロー、マナもないのか。マナもない、あ、ないんだ。ダメじゃん。じゃあこれ置いて、アタックって言えないってことじゃん。アタックするとしたら、ここのゴデンジャー3体かボントボルトにしか行けない。じゃあ意味ないもんね。そっか。じゃあターン、嘘。じゃあこれを、あ、でもダメか。じゃあターンエンド。はい。うん、じゃあダメだ。アタックします。そうか。すごいね。ドローします。うん、穴に埋めます。じゃあ、手札を全部捨てなさいはひどかったな。じゃあボントボルトでシールド3枚、うん、はいよ、おいで。あ、ないです。じゃあデスシテロンでシールド2枚、はい、ないです。じゃあナチュラルゴデンジャーでダイレクトアタックです。参りました、ありがとうございました。やばー、負けた。なんだっけ、ダビデさんに負けました。ありがとうございました。ありがとうございました。